コマ,コマ、十五カッコ、ここより下巻わあ、またまた読めないかも。<laughs> えー、これは三津川ですね。えー、これが。 なんとかよりここよりって書いてあるのかななんとかより地獄地獄道ですね。え三頭頭川これこの字じゃない「つ」川こんな字も書くんですね。 これ何だろうここがわからない四角四角より地獄道道案内ですねこれねそれで えー、この、この川、<laughs> この川、よ、よく見せばち、かろう。このかわ、 みみこここらせば近かろうよよくこらせばいやわからないえっとこのかはよくここ こうここせばこら,こらせばこう <laughs> おおこの川こっちせば大体 <laughs> これが世なのかもわからないもんね。見えこここらせばわからない。 この辺が、この辺がもう、この辺は全くわからない。セバ、セバは合ってると思う。チカ、よいしょ。カ、ロウですね、多分。で、アマガエルが、アマガエルのセリフっぽいかな そして、ここが、か、わかんないね。かきたろうが言ってるかもしれないですね。なぜセリフですね。かきたろう、地獄へ、軍政を、コーヒーに行く。一つ前のコマの中の間の終わりの 話ですねなんせとにかく地獄に来ました柿太郎ですということで、えー、コマ16行ってみますコマそしてエンマ様の前に柿太郎来ました前回の あらすじっていう感じです、ね、<laughs> 全然あらすじじゃないですけど前回のやつがむしろ、うん、なんか下巻の予告編だったのかなか書きたろうなん何とかにところの歯一つの葉狩りをはかりを はかりごとを、お、教えて、もた、桃太郎。来たるとき、浜辺の泡像にお、お、を落とし穴を掘らせ、泡、泡、泡、 これがわからない。なんとかを置き、泡、泡なんとかを置き、桃太郎が来たりなば足を挟ませ地獄へ落とすべし、これ、なんとかを挟んで、 はお、はお、はおは、は、は、はお、なんとか、なんとかのはかりごとなり、かさ、かきたろ、う、おおきによろこぶ、い、いまな、 今、な、<laughs> なんとか、はさみ、はさみ、なんとかろうということ、ごま、ご。<laughs> うーん、つぶれすぎててよく読めない。 この食材みたいなものの上に顔が二つ乗ってるのは見る目グぐナっていうやつですね。<laughs> ははあ、これがエンマ様。これは、あの、メズあの、馬の頭の鬼でメズキってことは牛もいるいや、こっちゴズキ あ,あ、角があるから、五月の方か、牛の鬼の方か。多分。じゃあどっかに目月もいるいないですね。いないいない、いないかも。そして、えー、これがえ、ん、で、マが消えてる。円んまし、ば、 えし、し、し、え、し、し、し、なんとか、ら、うんちら、らより、しら、しあうを、見て、けんぞくども、あまた、かして、かして、なんとかる。 わからないうんそしてよきはかりよきはかりなんとかかんとかますます<笑><笑>うんまあわかるところだけでもなんとか文字化をしてみましょうということでここ「かきたろう」 タロ何近くなんか角あ、測った何何時何なんちに何んじ何ひとつのはかりことことをおしへ何ももたろうきた 来たるとき、来た、ちない、来たるとき、教えて、教えて、はかりごとを教えて、桃太郎を来たるとき、えー、っと、は、浜辺のあわぞ落とし穴、 にに、あわぞに落とし穴を、ここね、凍らせ、凍らせ、あわ、あわ、なんとかを置き、あわ、あわ、あわ、わかんないな、しっかく、 ふおおき、ももをたろうが、きたりなば、あしをはさませ地獄へ。じごくえ、おとすべし、おとすべし、これ。 四角はさんでははをはおなんとかすのはかりごとなりはおはさんではおはん かおみかすのはかりことなりでかきたろうおおきによろこぶ いまな,らなんとかはさみいまいまないまなわかんないら四角四角 はさみきろふといふことことこのへんがあやしい。いうことあききごま四角四角。厳しいですね、この本。 で、このこ,こ,ここかなえー、え、うん、まあ、わうししあ,あししがしらよりししゅうじあうを見て し子頭獅子頭上張りの鏡とかじゃなくて獅し頭より修城修城を見て修城建族ともあまた あまた貸して蹴る蹴るえー、よきはかりごとこれこれはここかもしれない良き計り 四角四角五あこれは五三リーマースだと思います。だから柿太郎がこの測りごとを聞いて喜んでよき測りごとでございますって言ってる多分これはかっこう たろうのセリフですねたぶんえー、ここここは分からない獅子頭どこが獅子頭獅子頭から見,見るって書いてあると思うんだけど「宗女獅子頭」 より縁馬王獅子頭より衆生修正を見て眷属度もあまたいやわからない <laughs> うんなんで獅子頭から修生って修生のことなんじゃないのえー、はは 主うんまあとにかく閻魔王がたくさん金属を貸してくれましたということですねしかもえっとカニの泡,泡像に穴落とし穴を掘らせて泡でどうのこうのして 桃太郎を地獄に落として、足をはさみで、足足。足かどうかわからないですけど、桃太郎をはさみで。えっ、ー、と、挟んで、地獄へ落としてしまえと、そういう。計りごとを、計略を授けてくれた。ということですね。次。十七。これ手強いですね。駒。十七。 そして「さては柿太郎」き「先がけしてしりしなして」「先がけしてなんとかしなしてなんなん ギな,ものなるぞかわかんないな <laughs>。違う、ほろほろほろ 何でしたっけこの人の名前はあもうこれちょっと調べてこないと見,見に行かないとえっ、ー、と最初の方にこの人の名前がえっ、ー、とこまにぐらいどこだろうえっ、ー、と柿太郎が先に旅,だ旅立って えっとそれで桃太郎がけ桃太郎が成人してく自分も自分あ鬼ヶ島に行ってくるっていうこの時点では柿太郎が先駆けしたことを知らないえー、もうちょっと前この辺 で、成人なし鬼ヶ島へ渡らんことを願うでしょそれでこの辺この辺この辺ええー、ケンケンほろほろえエモンほろウエモン,ホロエモンああほろこの辺人名なんですねほろえエモン でちょっと待ってそれであれここここにコマ17って入れないとえー、っとじゃあえー、っとさてはあれさてはかき太郎。 太郎か四角先かけがけしてしかししりしなしかしなしかなこれ。なん 「し, <laughs> し」か「し」なしてこのも「な」もこれもし「り」かもしれない。なしてなんぎなものなるぞこれはでも「ぎ」って読めないような。 難儀ものなるぞでほろほろ上門もほ,ほろ上門もうーん。 ホロウエモンって書いてあることは確かなんですけど、こっちに右とか、右がこう、こうかもしれない。わ <laughs> かんないですね。ホロウエモンって書いてあることは間違いないですね。それで、さる、さるざえもんかな。ホロウエモン サルザエモン多分。キャンスケ。キヤンスケですね <laughs>。犬の名前。これはこれは桃太郎って書いてあるみたい。多分そう。これがサル,サルザエモン。 ロウエモンキャンスケ桃太郎ですねでもも太郎なんだけどだいぶ太郎しか読めない桃が消えてますね四角四角でここはカッコ桃太郎ですよで何ん しろえあんなあんないしろかえー、っとよいしょあれよいしょ。なんじしろええあんないしろ これはきっと桃太郎が言ってる。桃太郎たちのセリフ。案内しろ。で、この、この女性、<laughs> 女性なのかな怪しい。鬼、鬼の女の人なんですね。牙あるからね。しかもお歯黒つけてますね。で、あ ここが、かっこ、きじょのセリフわたくしは鬼が、鬼が、しろ。鬼ヶ島じゃないねん。鬼ヶ城。城へ案内しろ。何時、城へ。うん。わたくしは、鬼が城、しろ。 へんげのむすめむすめこのほどにちほんよりかきさんといふいふいろ わかしゆうさんのいろわかしゅうさんのきなんしたきなんしたえとぬしに 深く心をかけ主さんのものをははものをは <laughs> どこに飛べばいいんだろうここ 読むしかなさそうですよね。ええよな繰り返し、親の目をしのび選,び選択、b 選択に気ヤンス。 でこの一番下に「鬼」お、鬼、鬼、あれ鬼、の娘。ーええー、と私は「鬼」が「白、変幻」の娘。このほど日本より 柿さんという色若衆さんの避難したさ、えー、さんんいう色若州さんが来たんですよと、えー、だけど主って言ってるのは多分桃太郎のことで主に深く心をかけ主さんのものを は <laughs> ものをはものをかうん。<laughs> かきさんという色男が気なんしたけど、桃太郎のに心をかけちゃうのかな <laughs> ってことうん。 ちょっとよくわからないけど、まあとにかく先へ行きます。コマ十八。えー、っと。ああ突然お腹が空いたので、ちょっと休みます。<laughs> 疲れるこれ。コマ十八を読もうとしたところでお腹が空いてしまって、やめたんだってでしたね。じゃあコマ十八。 見ていきますけどこれはまたまた戦闘シーンみたいですねえー、この辺から順に読んでいくしかないかなほほろほろほろ上もんかなほろ右エモン いいびび,び,やの、ま、めび,びやのまめびやのまめうちうつかなびやの分からないですね こう,こうかすれたりなんだりしている上に情報が少なすぎるとわかんないですね。あとここ。桃太郎門を。門を。門をつつふる <laughs> 門桃太郎が門を。 押してるつっぷすってことうーん桃太郎門をつふるこれがつぶるとかつふるで押すという意味なのかもしれないしつぶるで何か別な意味があるのかもしれないしちょっとわからないけどそう書いてありますね。 これが記事でしょう。犬ー、モモタロそしてこの鬼の下の方はなん…悪いわしのたし…たし…おいなんとかヤンスケ…リサわさ えー、わ悪いわしの <laughs> これは多分キャンスケですねキャンスケキャンスケリサムキャンスケわかんないわるい それか「も」かもしれなもの」かもしれない「お」という字と「もの」という字はとてもよく似てるんですよこれわからない悪いわしのさしなんだろう「<laughs> きやんけ」は合ってると思う 犬のことですね。わ <laughs> かんないな。りサムに見えるんですけどこのリは「里」という字の崩しでリに見えるんですけどこれじゃ意味がわからない。リにもはてなここ全然意味わかんないこれはお腹空すいちゃう。<laughs> えー 柿とは大きに当てが違う。柿とは柿太郎とは大きに当てが,当てが近風。要するに柿,柿太郎の時とはだいぶ違うぞと全然違うじゃないかどういうことだってことですね。こ,うこれは ずつ,つないって見えるんですけどいず,いずくないいずつないこれこれはでしょうねこれはじゃあずくないずつないこれもわかんないですねうん。 うんここはね分かんないことばっかりですねえー、っとあとはこの辺たい違うこいつか首、びはこう いつが首はなんとかやまちのおにだそうなかやまちかかやまちかやまちってどこだろうのおにだそうなだそうなたそうな こいつの首はカヤマチっていうところの鬼だって言ってる。今ここで猿が鬼の首を一つ取ってて、その首はカヤマチっていうところの鬼だって言ってて、カヤマチなんだとは思うんですけど、この字で。かかだと思うんですよね。でも違うのかな。ちょっとこれも怪しいのでカニはハテナをつけてあるんですけど、 かやなんとか町ってところの鬼だって多分そこに鬼の首とされる何かがあるんでしょうね評判になった偽物とかあるいはお寺の宝と,宝とかでえっと猿サ右モ門かな えーとこれがわからないここに何か書いてあると思うんですよサルザエもなんとかの差し物も差し物ですねにて働くかな差し物も 刺 <laughs> しののってことはないからきっと刺し物刺し家の刺し物でしょうねうん猿左衛門ひひひこれもわからないなんでしょうねこれひひ。四角分かんないごめんなさい 前後がわからないと読めてるかどうかもわからないの指し物にて働く活躍するということですねとにかく何かの武器指し物指し物って武器でいいのかな武器によって働く活躍しましたかななんせ猿左衛門が活躍したと書いてあるということですね戦闘シーンで。 あまり戦いました。みんな頑張りました。柿太郎なんかと違っても桃太郎はすごく強いですっていうことです。ということで、じゃあ駒19行ってみます。えー、ここももしかして戦闘シーン？12駒19でえー、っとけんけんほろほろ上門 繰り返しほろうえもんほろえもんなんだろうこれはなんとかめうちなんとか 豆打ち豆,豆打つって言ってたものね豆打ちここがここがまでまなんでしょうね豆打ち腹た腹立てて腹たちてかはは違う豆打ち働くだは豆打ちこれがはたら くですはたらあいやいやぎやぎあいや,いや,あいやよいしょ働くあいや,っ、ま、やっちゃったまたやっちゃったよいしょいかにもいかにもご ごりあう、ごりょうけんなされ、なされん、なされなさ、ごりょうけんなさん、なさんば、いのちはだ、ですね。いかにも、えっ、ー、と、ちょっと待って、よいしょ、よいしょ、ごりょうけんごが漢字、ごりあうけんなさん、 はなさんばなさんご了見すればご納得いただければ <laughs> ってことかな命命は命はうん <laughs> と えー、おたすけなされ待て <laughs> えーえー、これはきっとおなんでしょうねおたすけ命はおたすけなされま待て待て待て <laughs> 何で待てなんだろう 変わったもただな。桃太郎。てがらお大手柄ですね。ここれがえー、っとじゃあよいしょ。これがこういう感じなんだと思うんですよ。手多分 <laughs> なんかちょっといつもと違う感じもしなくもないですけど <laughs>。よいしょ。 こんな感じで、ちょっと大きく手って書いてあるみたい。なので、えー、お、手、が、ら、日本の、つ、つら、用語、しめ。日本のつら汚しめ。 と柿柿太郎のことを言ってるんでしょうね裏。裏切り者だと。で、ここに桃太郎がいて、キジでしょそして犬。これは鬼。ここにも鬼。じゃ、この犬の脇、キジの下。ブチマダラのキャンスケ、キ。キン。 <laughs> キャンスケって書いてあるんだと思うんですけど金助になってますねきっとこれ。<laughs> えー、金それとも金獣とか金いやー金助なんだんじゃないかなワ…イワシの刺し物いわしイワシの刺し物 イワシって書いてあると思うんですよね。イワシだと思う。え、イワシの刺し物って何 <laughs> イワシの刺し物手柄きゃんとも言ってみろ。刺し物しか書いてないね。刺し物手柄 きやんとも、よいしょ、言うてみろ、言うてみろ。なんせ、ぶちまだら、キャンスケも、こう、何かで手柄を立てて、この鬼に対して、キャンって泣いてみろって言っている。これ、ここにごめんごめんって。 誤ってる鬼 <laughs> ごめん繰りかえっとごめん繰り返しごめんごめん誤ってる鬼過去鬼のセリフあとこの下えー、し し,ししがし頭きおうへいへいへいこうするかなししかしらきわうへいこうするかな、うん、ああ ここにいるのが鬼のしょうなんか大将でシシガシラなのかで柿太郎あやまりけるあやまりつる柿太郎あやまりけじゃないつるですねなんか変な語尾だけど <laughs> いいかな <laughs>。 そういうふうに書いてあるからしょうがない。えー、ここ1234行ぐらいかっこ。4行ほど4。行かすれで、差し物は350の。3? えー、サンゴジユ刺し物っていうのは何なんだろうサンゴジュのサルザエモンこいつはなんかポコンポコン言っちゃってる <laughs> ツ,ツイッターの通知が、えー、こいつはカ かがすにのせてかがすかがすって何に乗のせてあがるをとらんあがりあがりをとらんかがすってなんだろうねえ。 えっと鬼の娘鬼の娘宝を言いだしていだして出して親の命コーヒーを願うああこれああ 箱が欲しい音箱なんだろう <laughs> うん、言葉の意味がわからない <laughs>。音箱ってなんだろう <laughs> これが鬼の娘ですね。ははー。音箱って何でしょうね, <laughs> ょうね <laughs> わからない <laughs>。とにかく、 えー、桃太郎は桃太郎の家来たちはそれぞれ手柄を立てたりして鬼の大将もごめんごめん言ってますそしてえー、っと鬼の娘が鬼の宝を出してきて親の命乞いをしているという場面でコマ20これが最後のページみたい。 お5万2。えー、っと！おも桃太郎鬼が島より宝。高違う。たかでも宝だと思う。なんか、ね、字がね存在ですよね。たかまではいいとして。これがらだったらもっとこういう感じに。 こういう感じにならなきゃいけないのに、ここにピンってこんな、こんな風にしてあったら、タカカって読んじゃう。でも、宝ですよ。宝を、あれだってここにエテって書いてあるからね、宝をエテですね。エテカヘル。えー。なんだろう。 ちんちんわかんないこれわかんないちんわかんないな四角四角で繰り返しちんちん法で宝珍しい宝っていう意味かなちょっとわからないですねこれでもだってなんか これ読めないですもんねだいたいねわかんないですねよいしょ正直の正直の夫婦喜ぶ夫婦喜ぶ多分めでたしですねここはこう隠れてるけど切れ目で 「めでたし」繰り返し「めでたしめでたし」でこの辺にちょっぴり「柿太郎謝る」「家来となる」「柿太郎も謝って家来になった」「柿太郎謝る」「家来となる」 これで終わりかなだと思います正直のおじいさん正直のおばあさん桃太郎キジサルそしてこれが犬でこの人が柿太郎ということでめでたしめでたし終わりましたうーん、読めないところがたくさんあってわからない言葉がたくさんあっ りましたけどこの「桃太郎は」は昔話そのものというよりは昔話の「桃太郎」をベースにしたパロディというかまあ二次創作というかまあちょっと新しい要素を追加したお話ですね。桃太郎の話にはイージーさんしか出てこないですけどえっと隣に悪い夫婦も住んでいるっていう設定にして悪い夫婦の息子は「 柿から生ま,れた柿太郎、まあ、生まれたのは柿からじゃなくて柿なり桃なりを食べて、えー、と何でしたっけ、えー、と夫婦が若返ってそしてあのちゃんと1年後に生まれてきたそして柿太郎は桃太郎に先駆けて、えー、と手柄を立てたいので鬼ヶ島に行く。 ところが柿太郎は鬼に負けてしまって鬼の大将の家来になってしまうそして後から桃太郎も元服して「よし僕は鬼ヶ島に行くぞ」って言って家来連れて鬼ヶ島に行くそしたら鬼,が鬼たちは、えー「桃太郎が来るので柿太郎お前がやっつけろ」っていうことになって柿太郎も「はいやっつけます」って言ってそれで桃太郎と対決する。だけど 桃太郎は強いので全然鬼。なんか鬼も柿太郎も全くこう。歯が立たない。そしてやっつけました。そして、桃太郎、あ鬼の娘がお父さんを助けてって鬼の宝をくれた。そしてそれを持ち帰って、みんな幸せに暮らした。柿太郎は一緒に帰ってきてごめんなさい。僕が悪かったです。って謝って、そして桃太郎の家来になりました。 というお話でしたはいでは反省会です動画の編集をしながら気づいた点間違いなどをまとめていきますまず、えー、最初のコマですねここミのオオなんとか物語ですけど分かんなくて歌とかにしたじゃないですかこれはですねこれは 普通に寝物語でした。というのは寝るという漢字ではなくて、えっとですね、えーね、この字、この字を崩した、崩した変態仮名、ひらがなですね、ひらがなだったんですよ。だから寝るじゃない、おかしいって思って <laughs> 読めなかったんですね。えー、っとねは 普通この根、ね、は普通あんまり崩さない漢字みたいな感じにしてあるこういうふうにこんな感じこの程度な感じでこれがひらがなとして使われてたりするんですよこの「根」という字はねところがこん,こんなふうにぐちゃっと書かれることもたまにあってえっ、ー、とこれがまさにそのぐちゃっと書かれてよく分かんなくなってる例ですね <laughs> えっ、ーえー、と こうあんまりこの何ていうの示す編が行人弁みたいな糸編みたいな変わった感じになってるので読めなかったんだと思います。えー、よいしょ。これね示す編だったんですね。これだと行人弁か糸編みたいな感じに見えるんですけど示す編だったんですね。でこういう風に書けば。 まあなんかこう根、ね、に見える。こういう根ね,ね。よいしょ。こういう根に見えなくないかなって <laughs>。これだけ根ですね。ひらがな、変態がなの根でした。ということで、このページはこれだけかな。じゃあここは。 寝物語ですね最初に言った通り美濃と近江の国境近くにあ国境に宿屋さんがあってそこであの泊まった人はあの隣の部屋の人とこう語り合いながら寝ることができた寝物語ができたというのでその辺りのことを「寝物語の里」と呼ばれていたそうです。 その王民根物語という場所に正直の夫婦邪険の夫婦が隣り合わせで暮らしていましたっていうことですね。じゃあ次はコマ4コマ4ですがこの、えっと、おばあさんとおばあさんが「柿小きというものをついてるこの辺が読めなかった「日本一の柿小きと次「 これですけど、思うに、ここ、ここが、これでだ。うん。語だって思うんですよ。ということはですね、日本一のかきこずきと、い、ここが、ちゃんと、なんだろう。 読めるようなふうに書いてないんですけど「ふじゃないかと思う」んですよねううじゃないと思うから「ふ」かなとにかく日本一の日本一のかきこずきという団子を作るだと思うんですねそれでここは合ってると思います。日本一のかききこといい ここが文字に見えないので四角にして残してこうして「if ってしておけばいいかなそしてここは「団子を作り」でこの「作り」のあとがどこにも続いていなかったのでここは「り」に見えるけど「えー、く」 ルなんでしょうねおそらくここは消えてるんだと思いますよくルのこの最後のくるっと丸いところはあのなんだろう細かいので元が木版じゃないですか吸ってるうちになくなっちゃったり潰れちゃったりこうイン,インクっていうか墨が入り込んで潰れてしまってルにこれ丸に見えないことって結構あります例えばここなんかそうですよねあ、あ、あでしょ。ここなんかも よいしょけほらるこれがこのくるって捨てるところが穴になってないじゃないですかだからこここれここもこのくるっていうところが欠けちゃったかなんかなんだと思いますということで団子を作るですねでこのコマはこれで良さそうですねではえっ、ー、と コマ後の反省、えー、ここはですね悪口関左門はいいとしてこの次のせ「攻め」なんとか「攻め」えー「夜明けガラス」と「攻め」これはよいしょ「攻め」「い」はいいじゃないですかここが小さくこんなになってるので「か」ですね。そして でうんこの部分が消えてるんですねこういう感じで攻めゆかんでしょうねいかん攻めいかんだと思いますのでここはカラスと「攻めいかん」っていうことにしておきます。攻めいいいららんんかもしれないですけどねいらん かなちょっとわからない。とにかく「か」のように見えます。こうここにこういう部分があるように見えます。そしてこれが「うんですねきっと。なんせとにかく攻め行くか攻めいるかっていうどっちかだと思います。えそしてマンゴこれは後ろの方から戻ってきて直したんでしたっけ これは多分、雨乞い、泣く、泣く平か、なる平、どっちか。読み方まではよくわかんないけど、こんなでしょうと。これは多分、ハテナはいらないと思います。取っときましょう。で、堀より泳ぎにて、冬を歌う、いいでしょそして、浜辺の泡像。これは、この後ろの、えー、これは、たやすくはなんとかだから、 こ,のここの句を「くわくわ」って言ってんのかなって最初思っちゃったんですけどこの部分は泡像のセリフ、カニのセリフなので「くわくわ」言うのはおかしいですね。ということはですねよいしょここに多分「胃が落ちてて「いくまなんだと思うんですよ。浜辺のアワゾウ、えー、これははたやすくはイクマイこれで意味が通る。 のでここも直しておきましょう。くは四角う前で,格好行く前で,す、ね、であともう一つここで分かんないのはこれですよね。まずちょっと妖怪ですけどあれちょっと待って。もうちょっと前。 要害ね要害要害違うな。「妖害」っていう言葉があるのかな。「妖害」ああ知勢が険しく敵を防ぐに敵防ぐのに適しているところを「妖害」。これは妖害じゃないか。 って言ってるっててることはなんとかな要害だとなんの要害はてはてよこれがわからないはてよはてははてによこれがよかにかどっちかはてはてに。 うーんなぜここはわからない妖害は、妖怪はどうやら、かっこ、用害こう違う違う。この字じゃないか。いいんだ、これで。この妖害でいいんだ。妖害こう、砦だって言ってるわけですね。難攻不落の要塞じゃないけど、そういう妖怪 だって言ってて言るちょっとここはわからないここは本当にわからないのでここはいいですね。じゃあコマ5はこれでよし。ではコマ7の反省えー、っとここね一生懸命考えたんですけど「5? いつかな?」って思うんですよね。 ここは完全に消えてるから分からなくて、こ、この部分は、おかな。こいつ、おぞ。なんこいつ、ことぞ、ぞ分からない。ここはちょっと分からなくて、この部分は分かんないですね、本当に。で、これが、そうだと思う。で、 ここの、ここに、一文字あるかもしれない。例えば、かとか。で、か、は、す、だったら、かわず。もしかするとここは、変えるかもしれない。ただ、ここが消えちゃってるので、わからない。で、池の、これは、極夜じゃないかって思うんですよね。<laughs> 極、 いや、ええ。で、ゆかんかな。結局、全部は分かんなかったんですけど、ちょっと書き直すと、ああえっと、こいつ。 ととはいいとしてここはわからないからこうしておきましょうかね。で「かす」「かわず」「かわず」「池の」「ごくや」「え」これもちょっとカッコして「はてな」ってしておいて。 この辺はちょっとわからない。やっぱりわからないです。少し読めたような気もするけど、やっぱり意味はよくわからない。とにかく池の極や極屋、牢屋ですね。牢屋に行こうみたいなことを言っている。そして雨乞いの泣き平。そろそろこの泣き平の名前を固定しようと思うんですよ。えっと、よいしょ。 これね、この名は合ってる。名です、これは。で、木もいいと思うんですよ。ここ、こういう感じなんですね。で、えっと、例によってこの、このサイトで平を検索してみたらですね、こういう感じなんですね。やっぱりこの上の平は、この上の。 線をかなりきつくあのしっかり書くので、こうなってここに1文字あるかのように見えるみたいこういうところがなのでこれは鳴き平で合ってますね泣き平鳴き平ですね雨乞いの泣き平で決定これはハテナはいらない生け戸られる池戸られるでこれも合ってるでしょう。 ということで次えっ、ー、と悪口の関罪も踏み止めされるここはいいじゃないですか浜辺の泡像縄目に合うこれもねここがゴミなのかもしれないですよねここだけだったらこんな感じゆるし てだだから許してだと思うんですよねただここがここがわからない。まあこれはまあよいしょ。わからないから「許して」ってこうまあそんな感じにしておきます。 そして、にわかに謝るな。で、サミを思いでやろうはちょっと別のところに書いてあるから、ここにはちょっと1行空けておいて、か、え、き、ー、太郎う受け取りに合い無念がる。ここ、ここもわからない。仕方がないですね、これは。わからないので、これはもういいです。ということで、コマ7はこれでよし。次、コマ8ですね。ちょっとコマ8は。 鬼ヶ島の大将は戻ってきてき直したそしてこれね後ろの方に「獅子頭」って書いてあったんですよだから多分獅子頭だと思いますここは。多分 これは多分、こういう感じで、死が書いてあって、これが消えてるだけだと思います。ししがしらですね。ピッピ。で、きわう。きわうですね。鬼王なんだと思います。これは。えっと、これは、かっこう、ししがしら。きわうである。 あってもずっと後ろの方も「祝う」って書いてあったから「鬼王でキ」で「祈王」なんだと思いますそしてそのまま吊るして渋を抜かんいいじゃないですかここは「柿太郎鬼ヶ島へ渡り帰って生け捕られ帰って生け捕られか ここはもうこんなに潰れちゃうとわかんないですね。例えば、「観念する」とか書いてあるかもしれないけど、観念するの意味で、観念するとか書いてあるかもしれない。観念するなのかな、なそれともわからないけど、多分降参したっていう意味ですよね。観念するかな。ここも、これももう無理。これも無理です。なので、これはしょうがない。 ここはどうしようもないのでこれで上巻はここ分かりましたねここね動画を止めた後にあって思いましたえー、っとかじゃないですかうさんするで降参するですね多分。 生け捕られ降参するえっと「鬼ヶ島へ渡り帰って生け捕られ買う」「賛する」だと思いますおそらくこれで降参するだんです多分 <laughs> よいしょそれでこれはこれでいいと思いますの反省です。 えー、読めなかったのは、この辺まずこの辺。えー、桃太郎日本、この辺は本当に読めなくて。ここ、ここ、攻めくるよし、の後はですね。これは、き、こう、ですね。えー、っと、きでしょこう。で、へ。 ですね聞こええー、っと「攻めくるよし聞こえければ鬼の大将」これは用「紀王」紀王は後ろの方にも出てきたので「紀王」で合ってますね。え公、ー、産の柿太郎と協議する相談する何時公産の手柄始めに桃太郎を受け取り来たれで「杯をくれよ」これは

はいコマ13の反省ですえー、っとですね潰れて読めないところなどは仕方がないとしてこの打ち物打ち物ですけど辞書を引いてみました。えー、よいしょ。刀や刀剣や薙刀などの打って戦うための武器のことを打ち物というそうです。つまり打ち物ですねあ武器ですね。えー、だから 戦の時にその打ち物、武器をどうにかしてしまった柿太郎がね、負けてしまったので、武器も無事無事ではなかったということですね。えー、それでその次に、損じ失い。これは、かっこ、損じる失日なので、 えっと、柿太郎が、えー、鬼ヶ島にやってきて戦になってその時に打ち物が壊れてしまった折れたりねそういうそれで、あのー、作り直さなくちゃいけなくなったっていうことのようですえー、それから今度ここね「キウキウこれは。 うーんが,がじゃなくてここでがかなって思ったんですけどえーきう,きうにかなってえー、っと違うキウキウに うんあの2だったらもしこれが2だったらよいしょ992かっこ992急いで緊急にっていうことですよねきっとだと思います多分急いで えー、やりなぎなった大,なちな大立ち鉄砲などをこうそうすると鉄の棒1本っていうのがこれがちょっともしかすると違うかもしれないですね。だってこんなにやりな,なぎなった大立ちって並べて鉄の棒だけ1本っていうのがおかしいので。 ここは1本に見えるけど分かんないですね。まあそういうことでこのコマ13は武器を作り直すというところですね。こんなところかな ?2 はコマ14コマ14です。えー、っと。 こう、ここの部分。鬼、えっと、地獄へ。円満王の方へ。軍票の鬼を仮に、なんとか。ここは、やるですね。こう。やる。ここに、ちょっと、なんか、こう、しみがあるのは。 にの方かから流れててきちゃっっゴミかなって思いますやるなのはこの次の部分に「柿太郎地獄へ死者に行く」とあるのでえっ、ー、とその閻魔王の兵を兵,兵隊の鬼を仮に柿太郎を死者としてやる。 ですねということでここを「嫌にします。それからこのこの辺これですけどここ「な」って読んだのが間違いでしたね。これは「こ」で「の」。 でここのこのが読めれば「使用感なので書簡」ですね。なのでこうの「使用かん」でここは普通になぜかスペースが空いてるを持ち受けこの書簡 手紙ですねを持っていきなさいって言ってるこれがエン,エンマ様きわウきわうきおうの方かしらちょっと前のページを見れば分かるよねこの人 この人がキオウなのでエンマ様かかかどうかは比べてみればわかるキオウですねこれはまだここは閻魔様のところには行ってなくてこの人がキオウでキオウから使者に行けって言われてそこの書簡を持っていきなさいとでかしこまりましたで「大義大義」は閻魔様ではなくてキオウのセリフですね。 とということでここはこではれだけそれではコマ15コマ15の反省をしたいのですがえっと国会図書館版の「山入り桃太郎」を今まで読んでたわけですがあまりすりが良くないので別の資料別の3の資料がないかなと探してみたところえっと あちこちの図書館にありそうなんですけどネットで見られるのが都立中央図書館のものだけでしかもその都立中央図書館のものは、えー、上中下の下巻しかないんですね。えー、っと国会図書館版でいうとこのコマ15からしか残ってなかったです。これですね。同じ本ですよね。 それでですね、えっと、ねこの、えー、都立中央図書館版はですね、なんかタイトルがね、別のタイトルがついてるんですよ。えー、ちょっと黒いので、あまりよく見えないかもしれないですけど、ここ,こは、ちょっとな何の漢字なのかわからないですけど、おそらくこれはひらがなっていうか変態仮名の「も」なので、も「ももたろう」だと思うんですよ。 これはもみじっていうか楓っていうかもみじと書いてもっと読ませてるのかなって思うんですけどももたろってことはこれは柿太郎なのではないかとこれは何でしょうね起きるという字かなとで柿太郎かなこれがなぜかなのかがちょっと私にはわからないんですけどまあまあおそらく桃太郎柿太かと書いてあると思いますえー ここはこれが勇ましい「U」ですね。これが力で「有うあとは、えっと、変態仮名で「くらべ」と書いてあります。この,この字ですね「有力、りくらべ」は変態仮名というかひらがなで書いてあります。ただこの挿絵を見ると、えー、本文の挿絵と何か違う じゃないのっていう感じがするので、もしかすると、この、桃太郎と柿太郎って書いてあるから、ここに貼ってあるだけで、ひょっとすると別の本のタイトルかもわかんないですね。ちょっとそこはよくわからないです。えー、なんせ、ちょっと本文を見てみましょう。こっちも、そんなに状態はよくないです。汚れているし、しかも、あの、 モノクロに落とされてしまってるからモノクログレースケールに落とされてしまっているのでちょっと分かりにくいかな読みにくいかなこっちもあんまり良くないですねとにかくただあの滲んでる部分とかが少しずつ違うので参考にはなると思いますそれで眺めていたら分かったことがあるんですねえっと駒15だと こ,この辺が読めなかったこの川こここですねこの川なんとかかんとかこれをじっと見ていたらえっとここはね読めましたえー、これがこうですね「さへこの川さへ」でここのこの部分この部分がなんかちょっとにじんでるんですよ。 これねこれおそらく汚れだと思いますあの木板じゃないですかもともとが掘り残した部分とかがこう出ちゃうことがあるんですねでこれを汚れだとすればここが「こ」なんですよで「せ」じゃないですかつまりですねこの皮さえこせばなんですね簡単でした こっちも見てみますねえっ、ー、とこれはこのという漢字ですここの部分ね川左平高生場なんですけどここに汚れがあるので二文字に見えたっていうだけみたいですねということでここはこの川左平高生場地下かろう。カロ これでで意味が分かったですね。このここ三津川の地獄道これねこれも分かんないんですけどこっちはもっと分からないので <laughs> うんうんこういうそうね なんとかよりって書いてあるからここより地獄道とかこれより地獄道とかそういうふうに書いてありそうなんですけどそういうふうに見読めなくてちょっとここはわかんないかすれちゃってるからわかんないですねじゃあこのページはこんなもんかなまあ16ですねコマ16はですねえっと 中都立中央図書館版がものすごく状態が悪くてほとんど読めないんですよ <laughs>。ただ、えっ、ー、とね、1箇所、えっ、ー、と、1箇所だけ、例えばですね、ここ、喜ぶ、今なら違う、ここじゃないな、ここだ、ここだ、良きはかり、なんとかかんとかでございます、ここはですね、この部分ですね、この部分。 ここをこうじっと見ているとですね、良き、はかり、ことで、この辺まではあの国会図書館版で読めるのでいいじゃないですか。ここね、えっ、ー、と、はかり、ことでですね、これ、えっ、ー、と、あ、よいしょ、えー、ここね、 こ,れここが読め,読めなかった部分はここなんですけどこれが「で」なのでおそらくこうですねこれは「王ではなくて変態仮名の「こと」等を合体させた合略,かんりょ合,略合略仮名っていうんですかあの2文字を1文字に書いてしまう例ですね。で「よきはかりごと」でござりますだと思います。 こっちあの国会図書館版を見てみましょうこっちねここ同じ場所ここですねえー、よきはこれも書こうかせっかくだしねえー、よでしょきーはーでここがかでこれがり でことこれがこうだったんですねことだったんですねでここがかすれててわからなかったけれど都立中央図書館版だとこう書いてあるででござりますなのでここは解決ですねここだけは解決しましたよきはりごとことでござりますあ あとはこっちの国会図書館版の方が状態がいいので、あまり参考になりませんでした。<laughs> うん。まあ、でも意味はだいたいお話の筋はわかるので、こんな感じじゃないですかね。えー、それではコマ17なんですけどえー、ここここがすごく読めなくてちょっと。困っ ていたところですよねただそのと都立図書館版もあんまりこう良くない良くなくてただまあえっとここここさては書きた書きたこの部分この先私は先このここが「さ」だとは思ったんですけどここのここに1文字あるかなって思いましたが。 えー、同じようにかすれているのでたぶんさあ一文字ですねこれは先がけしてでしょうなのでここはまあいいかなここはこの四角を消す先がけしてあとここなんですけど えっと、都立中央図書館版を見ると、うん、私、これはね、こうかなって、よいしょ、よいしょ、来たりし、かなって、先駆けして来たりし、あの、国会図書館版よりかは、か国会図書館版だとなんだかわかんなかったんですけど、こう、横丁にこう、もっと、あの、 かな,なんだろう、にじんだ部分があって、こっちのバージョンだと、来たりしのような気がします。えっとこ、これで消した方がいいのか。多分、来たりしかなぁ。と思うんですよ。ただ、来たりしなしと、だと、つ、ん続きますかね。<laughs> うーん文章が続くかどうかがちょっと自信ないんですけどただ文字は先駆けして「来たり」「来たりし」のような気がします。「なし」これだと「と」のような気がしますってね手じゃなくてあでもこっちははっきり「手って書いてあるから「なし」てなんでしょうねこれはね「来たりしなして」てここまではいいかな。 それからこよいしょこ,この部分なんか1文字ありそうですよね。で都立図書館版だと丸々ないちょ,ちょっと汚れみたいなものができ出てる。 あと、ここに1文字ありますよね。これは確実に何か1文字ありそうな強い、強く書いてありますよね。ここにありますよね。これは多分絵じゃなくて文字、文字っぽい。すると、これ、なーだと思うんですよね。うん。ここは分からない。ここは分からない。これか これも多分な。でこれはこのままだと「は」に見えるんですけどあとこ,ここ一文字あんのかなそれとも「絵の一部なんだろうかここは「もの」なるぞなんですよでちょっと考えたんですけどここねこれがこうきて こうきてこうとかだと「ほ」ほなんですよ。「ほ」と呼ぶ文字なんですよ。えっ、ー、とこういう本「本、えー、本という字を崩していくと「こうなるんですよ最終的には。<laughs> こういう感じになるんですよ。<laughs> うまく書けないですけど。えっ、ー、とそうもしそうだとしたら「なして」「なんぼ」「な」「もう」 の、なるぞ。かなって。ただ、なしてなんぼのものなるぞが、この、先駆けしてきたりし、来たりしの後に続いて意味が通じるのかってことですよね <laughs>。ちょ、ちょっと待って。えっ、ー、と、こうして、ここに、じゃあちょっと書いてみたらいい。えー、さ,っきさては、柿きたろを先駆けしてきたりし、 でここでちょっっと待ってここで点を打つでしょ。なしてここはここは汚れ。えー、なしてなんほうなものなるぞ。えー、先駆けしてきた利子なしてなんぼのものなるぞ。なして何かをなしてなしてこそなんぼのものじゃないのか。 っていうことただこの場面でここって桃太郎が鬼娘とえっと出会ってその鬼娘があらもなんか柿太郎っていう色男が来たけど私は桃太郎さんがに心を寄せてしまうので親の目を盗んで時々ここに洗濯に来ますよって言ってるシーンじゃないですか。 ここでなしてなんぼのものなるぞ。柿太郎が先行きしてきて、なしてなんぼのものなる,なるぞっていうのは、なんか話が、なんかどうもつながってないような気がするので、やっぱりちょっとわからないですね。ので、来たりし、まあ、ここまでいいかな。なしてもいいですよね。ここ、ここ何もいいじゃないですか。ここは、ハテナにしときましょう。<laughs> ね。 まあ分からないけどこんな感じかな。えー、この続き18コマ181920はですね見たんですけどもうあのこの都立図書館版のものと比べてみても新しくわかる点がほとんどなくてまあこんなところですね。 わ、えー、からない部分とか読めなかった部分が結構残りましたがでもこのくらい読めてたらお話は十分に意味がわかるのでこれでいいんじゃないかなと私は思います今回はこんなところにしておきます長々ありがとうございました、えー、またもし何か面白そうなものを見つけたら昔話関連がやっぱり面白いかもしれないですねそういうものがもしあれば また動画にしてみようと思います。